メディアを再生する予告編、ジェーン・ラッセル、ならず者は、ハワード・ヒューズ監督、制作による1943年のアメリカ映画で、ある。当初、ハワード・ホークス監督で進んでいたが、途中で、ヒューズが兼任することとなった。ヒロインのリオを演じたジェーン・ラッセルの映画デビュー作でも、あり、彼女の感動的シーンが物議を醸し、制作側と、 アメリカ映画協会の闘争に至った。ドクホリデイは、旧友の保安官パッドギャレットを消しかけば泥棒のビリーザ・キッドを逮捕させるが、ビリーになじられ、結局は共同行動を取ることに。ビリーは正当防衛で男を射殺。ビリーもパッドに撃たれ、重傷を負い、ドクの家にかくまわれる。ドクの愛人リオがビリーを看病。ドクはパッドと仲違互いした上、リオとビリーが、 男女の関係に入ったことに愕然とするが、共にパッドの目から逃れようとする。リオがパッドに通報したことからドクは逮捕され、さらにビリーもリオにリンチを加えようと戻ったところを逮捕されるが、インディアンの襲撃を受けたことからパッドは二人の手錠を外す。ドクはビリーに女と馬とどちらを選ぶか迫り、態度を明らかにしないビリーを銃撃。 二人は馬を共有するということで決着を図るが、弾き出されたパッドは怒りのあまり毒を打つ。毒は病気で亡くなるより良いと言い、治療を拒否して死亡。パッドはビリーに魔人間になれと言い、ビリーにピストルを交換させるが、これはパッドの陰謀でビリーの射殺を企んでいた。しかし、パッドの持った拳銃から弾は発射されず、反対にビリーに縛り上げられる。 ビリーはピストルを交換するときに使用不能の毒の拳銃と自分の拳銃等を入れ替えていたのだ。パッドが呆然と見送る中、ビリーはリオと共に姿を消した。カッコは日本語吹き替え。ありがとうございます。